日村さん、はい、かき氷、はい、あ、怖い中に結構クリーミーなバニラアイスが入ってた。買った買った、はい、買った買った。もうあとさ、短パン買えば全部変わるんだけどそうですね、なるね、買おうよ今日買ったもの最後夜ホテルでもう一つとおさらいというか、はい、お披露目会しようかなと。わかりました。でちょっとまだわかんないし、もしかしたら、うん、このスケジュールがちょっとバタバタの都合上、はい、田村の1位がなくなっちゃうかもしれないっていう今事態にはなってるんです。あ、1位がなくなるってあるのちょっと天候に左右されるものだったのか。今回は天気でね、いろいろ変わるって、はい、まあでも、はい、思いがけずキックス。そうですね、よかった、よかったですよなんか、なんかかっこいいのがあるんだよね。そうそう、はい、次はいよいよ日村さんの2位の場所ですか。言っていいんですか。いや、まだ言わないですか。はい、日村さん2位のところ。そうです、この感じでいい感じってたね。はい、3位はおにぎりでした。ああ、はい、2位はまだこのぐらいいい、いいと思いますよ。へえ、いいと思いますよ。なんだろう、うん、ちょっとこう晴れたり止んだりが激しいですからね。そうだね。普通にプライベートで来る時よりもバナナ TV で来る時の方がバッと買うねあの時間がないとか思うと、はい、じゃあってなって。まあ10分あってもあと5分ですっていうようにしてます。絶対10分かかるの分かってるんで。なるほどね。って今言っちゃうとこれまずかったなと思いながら。もうじゃあ多少大丈夫なんで。ちょっと一回止めてからまた迷い始めるみたいなのがいつもあるんで。あとこれもとか。そうですね。本当だったらもうちょっと見たかったね。まあ全然ね。うん。時間の都合上。うん。うちの子にも買ってくれてありがとうございます。いやいやいや。そうなんですよ。お互いプレゼントし合うっていう。あ、そう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 。レジ前のお山っていうのもあるけどね。買ってたね、あの子。あの帽子をあのお団子みたいなんでレジ前でちょっとしたものを山をこう持ってると、はい、じゃあいいよ一緒で。あ、帽子。女の女だね結局だから。あのエッチなほら最初かぶってたピンクの帽子。あれでも可愛かったよねあの帽子。こっちで一緒ね。ここはいいかな。この人すごいね。すごいね。やっぱすごい。いいよそれも。小山ズプレゼントだ。いいね。こういう感じを見てる人も一緒にこう旅行してる感じを楽しめるかなと思うんで。まあね。どん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 見てくれてる人も増えてて、うん、バナナ TV も。あ、本当ですか。反響あります？そうですね。あのバナナ TV の T シャツを結構意外な人が、うん、でも確かに着てたりとか。そうそう。それが本当そう。あのさ、フジテレビとかでもエレベーターで一緒になった人が来てたりするっていう現象が起きてる。結構いろんな芸能人の方とかアイドルの方とか来てくれたりとかしてて。アイドル？でそれはあの電波組の。電波は知ってる。電波組が来てくれてるんだよね。その他に来てる子いんの？その他にもあのベイビーレイズって。ベイビーレイズ。ベイビーレイズって。小見の上でキッセンバー。アマちゃんのやつ。え？おえ？アマちゃんの。アマちゃんのミスターアマちゃんのやつ。あんまやってないよ。あの歌を歌ったベイビーレイズジャパンっていうグループの人とか。え、バナナテレビ好きだって？そうみたいですね。で今回はさっきも行きましたけど、ATATs で。ああそうだ。コラボっていいだよ。あれかっこいいよね。いいよあれ。ATATs とコラボってすごいよね。ハワイで有名な T シャツ。ハワイの T シャツ屋さんって有名だもんね。有名だ。みんな知ってんじゃん ATATs って本当マジで。ね。2000円台で買えるのあれ。そうですね。今20ドルでいけた。安くない？スーパー安い。ただちょっと海外から多少送料買っちゃうんですが。あれ？なんかついたのか。ついたっぽいですね。え？じゃあ日村さんの2位の場所にジャンプしちゃいますか。はい。は？何個いで喋ってる間に。オッケー。どんなところ？せーの。どこだ？どうも。どうぞ。はい。あれれ？もしかして。ちょっと日村さん。はい。かき氷。大好きなんですよ。そうか。日村さんってかき氷大好きなんですよ。大好きなんですよ。